懸命練習してまいりました。今年もよろしくお願いいたします。今お送りしました曲は、津軽山歌、そして、三銀です。最初の津軽山歌につきましては、富士山が世界遺産に登録され、平成28年に新たに山の日という祝日ができるということもあり、やらせていただきました。この津軽山歌という曲は、青森県は津軽地方に伝わる民謡の曲で、地元青森では山の神を祀る祝い事の曲として伝わっているものです。そこからの子供たちによる大人顔負けの三切り、いかがでしたでしょうか。では、時間も限られていますので、続けさせていただきます。続いての曲は、先人会の頼りになる女性たちによるしなやかな橋さばきをご覧いただければなと思います。はい、それでは式3番桜林です。Thank you.
この曲は先人会のテーマとなっている曲です。子供たちの元気な姿とノリの良い、そして歌と合わせてお楽しみください。それでは八木節です。
ました。次の曲は早場からのお知らせです。先人会本日最後の曲となります。この曲は子供から女性、そして男性陣へと太鼓が上がっていきます。先人会全員一丸となって締めたいと思います。どうぞこの振り返るのギャップを見てもらいながら最後の曲を楽しんでいただければなと思います。それでは早バカ押し出しです。Thank you.
本当にありがとうございました。